はいどうも、銀なんです。伊勢志摩ミステリー案内、偽りの黒真珠、今回で4回目です。では次からやっていきます。先輩、では後のお会計はよろしくっていう顔してますが、電源撤回しろっていう命令ってあったりしませんか？先輩、今日もお疲れ様でした。ではこちらでって言いたいところでしたが、今日も空き部屋はなく同じ部屋です。あ、早くツインから脱出したいな。あ、そうそう、しつこいようですが、さっきの食事一応領収書をもらったんですが、なんとか経費で音途切れた。事件発生から5日目。先輩、今日はまず浜付真珠に行きませんか？おとといのレビー中での0時の変な独り言がちょっと気になってまして、レビー中で何か気づいたような反応してましたよね。とりあえずまずは0時を探しに行きましょう。どうせ浜付真珠か道入りの湯にいるでしょう。場所移動、浜付真珠。あ、先輩ちょっと待ってください。フロントに今晩シングルルームの空きがないか確認してくるのを忘れてました。今日こそはシングルルームを確保したいんで空き情報を聞いてきます。すみませんが先輩、ここでちょっとだけ待っててください。調べるあたり、あなた見る信号機、ピオピオピオかっこピオピオピオかっこ、な、何今の探す件、あなた場所移動、てんてんてんでしてる、携帯使う、検索、あなた持ち物見る、黒真珠、浜宮真珠の巾着袋に入っていた蒼月に告示してる黒真珠、持ち物見る、柏木の写真、上野公園白縫いの池で発見された水死体の顔写真、実際はスマホに保存されている。そうなんだ。警察手帳、警察官の証明、一般人に見せると捜査に協力的になる。圧力を感じる。なんだろう、あたりの人、チュンチュンチュン、聞くあたりの人、チュンチュンチュン、何何何これ、調べるあたり、あなた調べる、見る信号機、ピオピオピオ、帰ってこないね。携帯使う連絡、携帯使うカメラ、あ、撮った、携帯使う、なんでカメラ今撮ったんだろう。検索、忍者会 Are you ready?はい、なんか始まった、あ、落ちた、ゲームオーバー、何これゲームオーバー、なんだこれ携帯使う、なんだろうね、あ、来た来た来た、先輩お待たせしました、はあはあ、どうせ暇でアプリゲームとかしてたんでしょう、うん、なんかやったけどすぐ怒っちゃった、どうして部屋が開かないんでしょう。では先輩、レイジ探し行きましょうか。とほほ。なんだ今の時間。浜付真珠の工房に着きました。調べろ、周り。いつもここは人通りがなく、閑散としてますね。調べろ、自転車。パンクしたまま放置されています。しかし、I love レイジステッカーは自作かな?いかん。気になったら負けだ。調べろ、工房。シャッターが半分開きっぱなしです。浜月はいないみたいですね。浜月はよく行ってるという道の湯に行ってみますか。話を聞けそうな人はいませんね。場所移動、道の湯。では道の湯へ行きましょう。いらっしゃいませ。さて、レイジがいないか確かめましょう。聞け、浜月のこと。ここの常連客の浜月さんですが、今日は来ましたか。浜月様、今日は見えてなかったと思いますが。そうですか、ありがとうございます。先輩、念のため風呂場も見ておきましょうか。あ、一応言っておきますが、決して風呂に入りたいというわけではありませんよ。捜査のため仕方なく入るんですからね。大人2人でお願いします。1200円になります。はい、では1200円ですね。どうぞごゆっくりお過ごしください。先輩、行きましょうか。いやー楽しみだな。は、いやいや、浜月レイジはいるのかな、楽しみだな、ははは。
場所移動男湯。では入りましょうか先輩。あれケンさんじゃない。あ、本当だ、ケイチさんたちなぜここに。かなちゃん、たまみちゃん、二人してどうしたの。今日はここの温泉の取材に来たの。たまみには写真のモデルになってもらおうと思って連れてきたの。今からたまみに一肌二肌も脱いでもらおうと思ってね、たまみ。あ、うん、そうはそうだけど、その言い方はなんか嫌。まあまあいいじゃない、細かいことは。で、ケンさんたちも入るの。うん、捜査の一環で仕方なくね。じゃあちょうどよかった。かなちゃん、ちょうどよかったってどういうこと。今日はたまみだけで写真を撮るつもりだったんだけど、ここには混浴風呂があってね。混浴風呂があるんだ。やっぱり男女が湯船に浸かってる写真が欲しいなーなんて思ってたところなのよね。ケンさんもケイジさんも一緒に入ってくれない。もちろん OK でしょ。はー、たまみちゃんと混浴。かな、ちょっとたまみいいでしょ、お願い。やっぱり混浴の絵が欲しいのよ。うーん、でもケンさんたちとじゃ嫌なの。そうじゃないけど。たまみ、何恥ずかしがってるの。ケンさんの顔見てよ、嬉しくて鼻の下が伸びきってるわよ、あはは。ちょっとかなちゃん、鼻の下なんて伸びてませんよ、あはは。じゃあ先に入って待ってますね。行こう、たまみ。あー、うん、わかった。先輩、今は浜月を探したいところですが。ニヤニヤしてる。かなちゃんの取材の協力をしてあげましょう。少しの時間だけなら構いませんよね。あ、言っておきますが、たまみちゃんとかなちゃんと一緒にお風呂に入りたいわけではありませんから。あくまでも困ってる人を助けるのが警察ですからね。露天風呂では参りましょうか先輩殿。二人とも遅かったじゃないの。ごめんごめん、たまみが早く来ないかなってそわそわしちゃっててね、あはは。かな、私そわそわなんてしてない。ふふふ、いいからいいから。じゃあたまみとけんさん、お風呂に入ってくれる。あの辺かな。うん、わかった。かなちゃん、ここでいいかな。二人とも、もう少し寄ってくれる。え、もっと近くに。たまみ、もうちょっとケンさんに寄ってくれる。うん、ケンさんも遠慮せずにたまみに近づいてよ。よそよそしい感じだと変な絵になるから。ああ、うん、わかったよ。これくらいかな。うーん、お互いの肩が触れてた方がいいかな。カップルで入ってるって感じで撮りたいから。僕は構わないけど、たまみちゃんが嫌なんじゃないかな。いえ、構いません。肩つけてください。じゃあ、ついたね。かなちゃん、これでどう？いいわよ、二人とも。いい感じよ。本当のカップルに見えるわよ。もう一枚ね。よし、いい絵が撮れたわ。たまみの顔はほんとかわいいわね。やっぱ絵になるわ。さて、撮影はこれで完了。じゃあ私も入ろうかな。あ、ちょっと二人ともいつまでくっついてんの。あ、離れた。別にまだくっついててもよかったのに。うふふ、みんなまだ出ないでよ。カメラ置いてくるから待っててよ。はあ、ちょっとのぼせてきたな。たまみちゃんは大丈夫？ええ、大丈夫です。僕はかなちゃんが戻ってくるまで少し涼みに行きます。先輩も突っ立ってないで湯船に浸かったらどうですか。そうですよ、刑事さんも入ってください。気持ちいいですよ。では僕は少し涼みに行ってきます。あなたも湯船に入りました。お待たせ。あら、ケンさんは？のぼせたから涼みに出ていったの。また戻ってくるって言ってたよ。私ものぼせてきちゃったから少し涼んでくるね。
わかった、私は刑事さんと入ってるから。うんうん。はあ、気持ちいい。やっぱり露天風呂はいいですね。あれ刑事さん顔赤い、もうのぼせたの？ふふふ。ねえ刑事さん、私とどちらが長く入っていられるか我慢大会しない？せっかくだから負けた方が脱ぐってどう？うふふ。じゃあスタート。これさ、多分置いといていいんじゃない？このまま、このままちょっと検索してみようか、ググってみようか。前もなんかね、オホーツクでずっと放っておくとさ、バスタオル取ってっていう場面が確かあったんだよね。何回か風呂から上がろうとしたら、あと2分で出たところで放置したら出たぞ。我慢する。刑事さん本当に大丈夫？上がった方が良さそうよ。我慢する。刑事さん、あと2分って思ってない？どうでしょうね。風呂から出る。あ、もう出ます？刑事さんって弱いんですね。風呂から出る。あらら、本当にもう出ちゃう？もうちょっと我慢すれば勝てるのに。我慢する。じゃあ風呂出る。刑事さん、あと2分よ。そうすれば勝てるわよ。ここで放置するの？あ、なんか変わった。もう私は限界。刑事さんの勝ちよ。負けた方が脱ぐって約束だったわね。お待たせしました皆さん。約束は約束ね。ふう。思い切って取るわ。えい。じゃーん。水着着てる。バスタオルの下はビキニでした。あはは、残念でした。すみません先輩、居眠りしちゃいました。かなちゃん、いつの間に水着に？みちりの湯駐車場。ケンさん、刑事さん、今日はありがとう。そしてたまみも、おかげでいい写真が撮れました。パチパチパチ。かな、ごめん、ちょっとこのあと用事があるから先に帰るね。本当にごめんね。あれね、分かった、また後でね。うん、じゃあね。ではケンさん、刑事さん、失礼します。たまみちゃん、なんか用事があったんだね。うん、地元の彼氏のとこに。彼氏いるの？たまみちゃん彼氏いるの？やだケンさん、軽いジョークよ。お父さんのお墓参りだって。ちなみに一応たまみには彼氏はいないよ。まあ私の知ってる範囲でだけどね。可愛い女の子には思いもよらない秘密があるかもね。はあ、一体たまみちゃんにはどんな秘め事が？聞け、西沢のこと。ねえねえケンさん、刑事さん、昨日の電話で西沢って男の話してたでしょ？詳しい話を聞きたくない？聞きたい聞きたい。彼は一体何者なの？なんでかなちゃんは知ってるの？実は私のお父さんもルポライターなのよ。地元の新聞社で雑誌社に依頼され、いろんなことを深く調べて記事にするお仕事をしているの。私が生まれる前からずっと続けているんだって。何度かスクープ記事も書いたみたい。ということは西沢はかなちゃんのお父さんの同僚とか、あ、商売敵かな。いや、商売敵と言えるほどのやつじゃないか。西沢なんてどうせ役に立たないゴシップ記事ばかり書いてるんだろうし。大丈夫？悪口言って。うん、どうなんだろうね。どうなんだろうねってそうに決まってるでしょ。聞け、カナの父。ねえねえカナちゃん、カナちゃんのお父さんは今どこにいるの？っていうかカナちゃんも出身はこの辺じゃなかったっけ？あれ、でも実家がこの辺ならたまみちゃん家じゃなくて実家に泊まるよね。
あのね、ケンさん、実家はこの辺にまだあるんだけど、お父さんとは数年会ってないんだ。うまくいってないの、お父さんとの関係が。私のお父さんとお母さんってずっと前から別居してるの。あー、なんかちょっと事情があるんだね。そうなんだ。別居のきっかけはお父さんが仕事で追っていたある事件なの。ある事件？聞け、ある事件。私が中学生だった頃、通っていた中学校で生徒の自殺事件が起こったんです。自殺事件？それはクラスメートがってこと？ううん、亡くなったのは一つ上の男子生徒。同級生や先輩たちからいじめを苦にしたものだったみたい。私、まさか自分の学校でそんな事件が起きてしまうなんて信じられなくて、とてもショックだった。私たちのクラスでもいじめグループが誰だったのか、いじめを止める人はいなかったのかとか、いろいろな話や噂が流れていたわ。そりゃそうなるよね。ええ、でもね、私たち家族はそんな噂話をしているだけでは済まなくなってしまったの。え？この問題を重く見た記者が学校や遺族、関係者に取材を始めたんです。もしかしてその記者さんって、そう、ケンさんたちがよく知ってる人、ルポライターの西澤光一。そして西澤光一は私の父親です。やっぱり。本当に？嘘って言い方が。西澤さんってウィットでユーモアに富んだなかなかのルポライターだよね。ケンさん、別にいいのよ、変な気を使わなくて。むしろやめて。あの西澤がかなちゃんのブツブツ。ちょっとケンさん、おーい。あ、はい。それでどこまで聞いたっけ。その取材の甲斐あって、事件の真相は日に日に明らかになっていたの。だけど、ある時を境に突然皆が皆事件のことを語ろうとしなくなったんです。それどころか取材のやり方が強引なのなんだので、たくさんの人から批判を浴びるようになってしまったの。そしてそれはやがて姿を見せない人たちからの嫌がらせに変わっていったわ。そんな、責めるべき相手を間違えているよね。何かの力が働いてたことは明らかだったわ。お母さんは取材をやめるようお父さんを説得したけど、むしろこの状況を重く見たお父さんはより強硬な姿勢で取材を続けたわ。その結果、いじめグループに地元の有力者の肉親がいることが分かったの。すると今度はうちへ脅迫電話や手紙が届くなど、直接的な嫌がらせが始まったわ。被害者の家族も姿を消し、自殺の原因もいつの間にかいじめではなく学業不振ということに変わり。学業不振？お父さんの取材や調査は実らなかったのかい？そうか。そうなってからはより一層嫌がらせがひどくなって、うちのお母さんもどんどんやつれていって、さらに身の危険まで感じるようになり、最悪な状況になっていきました。なのに私のお父さんは家庭なんて全く顧みず、取材に明け暮れるだけ。嫌がらせを受けているお母さんや私のことなんて全然気に留めてくれなかったんです。ついにお母さんはお父さんを置いてそこから引っ越すことを決めたんです。もちろん私も一緒に。転校したんだね。たまみちゃんには何て伝えたの？たまみにはお母さんの仕事の関係でって言った気がする。でもたまみもうっすらと事情は分かってたと思うし、聞かれなかったから答えなかっただけ。私とたまみはそんなこと言っても言わなくてもずっと仲良しの幼なじみだから何も心配しなかったわ。そのことがあって以来、お父さんとはほとんど会わなくなったし、たまに会っても話さなくなっちゃったかな。だってお父さんに会ったら私思いっきり責めてしまいそうだったから。でもね、私だって少しは分かっていたの。正しいことのために被害を受けて泣いている人のために家族も顧みずに頑張っているお父さんは決して間違っていないって。でも私とお母さんがその正しいことのために受けた痛みも分かってほしかった。そうだね、お父さんとの距離だって自分の気持ちを閉じ込めてまで縮める必要はないんじゃないかな。今は好きなことに一生懸命打ち込むかなちゃんのままでいいと思うよ。そうすればいつか自分の気持ちを伝えられて気がつかなかった相手の気持ちが理解できる日が来るかもしれない。そうだね、
ありがとう、ケンさん。なんだかしんみりしちゃったね。でもなんで話してくれたの？私もわからない。なんか話したくなっちゃったの。まあまあいいじゃない、細かいことは。あ、それそれ、西澤さんの口癖。え？あ、嘘、もうちょっとやだ、悔しいけどそうかもね。でも私なんかちょっと元気出た。そうだったらよかった、ははは。さてと、気分転換に帰ってたまみのギリギリアウトなセクシーな写真でも堪能すっかな。セクシーギリギリアウト。ケンさん、やむを得ず写っちゃったのもあるかもよ。それってどんな事件？ね、聞き込みさせて。はは、刑事さん、今日はありがとう。じゃあね。あー、かなちゃん行っちゃいましたね。先輩、今日はもうホテルに戻って煩悩の整理じゃなく、これまで得た情報の整理でもしましょうか。しかし、かなちゃん、さきこさん、たまみちゃん、そして黒岩や田村、レイジでさえ、誰であっても必ず父親がいて、みんな知らず知らずのうちにその背中を追い、そして追い越そうとしてるんですね。我々は今一体誰の背中を見て何を追っているのでしょうか。先輩、先輩のお父さんってどんな人ですか？事件発生から6日目。待って、風呂入って写真撮って終わっちゃったじゃんね。今日の捜査を始めましょう。昨日は0時に会えませんでしたね。簡単に見つかると思ってたのに、風呂入ってるから。他の捜査もありますが、その前に1回浜月真珠の工房に行ってみましょう。場所移動、浜月真珠。では浜月真珠の工房に行ってみましょう。今日はシングルルームの方が良かったのかな。浜月真珠の工房に来ました。調べろ工房。レジは見当たりません。調べろ工房、いないね。聞け、話を聞けそうな人はいませんね。まだ来たばかりじゃないですか。にしてもさ、呼べ、レイジ。おーい、レイジ、いるなら出てこい。いないみたいですね。大きな声でうるさいな。レイジはここにはおらんよ。あ、あの人かな。あ、梅さん、違う。聞け、レイジのこと。あ、梅さんではなく、竹さんでしたよね。浜月レイジについてお話を聞かせてくれますか。わしは松屋。前にそう言うたやん。最近の若いもんは失礼やな。あ、これは失礼いたしました。聞け、松のこと。竹さん、ここで何をしてるんですか。私は松屋。レイジのこと聞いてみようか。浜月レイジについてお話を聞かせてくれますか。近所やで、ちっこい頃から知っとるさ。あれはしょうもないやつやわ。最近はずっと働きもせんとアパートでぐうたらしとるわ。聞け、レイジの家。松さん、レイジの家ってどこですか。あ、工房の裏のアパートにおるに。ありがとうございます。先輩、早速レイジのアパートに行ってみましょう。移動、レイジのアパート。レイジのアパート前です。もう思いっきり浜月って書いてある。調べろ、ドア、鍵がかかっています。さすがのレイジも鍵くらいかけるか。調べる、窓。レイジの部屋ではないと思いますが、中に人がいる気配がします。さっきから何がさこそやってんの。警察呼ぶよ。見せろ、警察でしょ。我々こういうものですが。あ、警察の方でしたか。最初に言ってくださいよ。てっきり押し入れかと。聞け、レイジのこと。隣に住んでいる浜月レイジについて何か知っていることはありますか。うちのボロアパートは壁が薄いので、隣の部屋の音が丸聞こえなんだけど。そうなんだ。お隣さんは昨日部屋にいましたよ。誰かと話してた声が聞こえましたから。話の様子、どんな話をしていたか覚えていますか。何か言い争いをしていたようですじゃね。聞け、言い争い。どんな言い争いだったか覚えていますか。あんたに文句を言われる筋合いはないとか、あれはもうあんたのものじゃないとか、そんなにやめてほしいなら金で解決しましょうよとか言ってましたね。聞け、覚えていること。他に覚えていることはありますか。ま
マトヤワン大橋がどうのこうの言ってました。マトヤワン大橋、マトヤワン大橋、あ、先輩、マトヤワン大橋って数日前にパールロードを通った時に通過した赤い大きな橋ですよ。橋か。これもあの時現地調査の成果が出ましたね。お本、やはり地理はしっかりと把握しないとですよ。ごめんなさい。なので道はもう分かってます。先輩、すぐに行ってみましょう。すぐに行っちゃっていいのかな。マトヤワン大橋、マトヤワン大橋です。調べろ、空でも見る、雲一つない、いい天気です。調べろ、道路、怪しい車は通ってませんね。調べろ、橋の下、橋の下はマトヤ湾が広がっています。マトヤ湾か。調べる、呼べ、たまちゃん、可愛い女の子と一緒に景色を眺めたい気持ちはよくわかります。聞け、話を聞けそうな人はいませんね。スマホ使え、カメラ、むやみな景色でも撮ろうとした。調べろ、マトヤ湾、マトヤ湾ではアオサという海藻の養殖が盛んです。アオサは美味しいよね。それは知ってる。あそこの水面に網を張っているのが見えますか？あの網についているのがアオサです。ん？アオサの網に何か引っかかってますね。怪しくない？これ。引っかかったもの。人の服に見えますね。というか、あれは人です。大変だ。助けに行きましょう。場所移動、橋の下、地元の漁師にボートを借りて人がかかった養殖網の近くまでボートを寄せた。橋の上からは分かりませんでしたが、残念ながら手遅れのようです。調べろ、死体、無駄な姿に変わり果てましたが見覚えのある顔です。浜月零時です。うわー、無残な姿に変わり果てた浜月玲二の死体です。よく見ると首に赤い跡があります。調べろ、首の跡、赤い跡は首を一周しています。紐状のもので首を絞められた跡だと思われます。玲二は何者かに首を絞められて殺された可能性が高いです。調べる、死体の衣服、上着のポケットから財布が見つかりました。調べろ、財布、財布には小銭しか入っていません。調べる、養殖網、この網に引っかからなければ死体は流されていたかもしれません。調べる、死体の衣服、ズボンのポケットから手書きのメモが見つかりました。調べる、手書きのメモ、レイジが書いたものでしょうか。100万円で買うものリストと書かれています。100万円ケポスの懐中時計、ポピトックの銀製アクセサリー、フローライトの原石、ポリプテルス、デルレッジ、プラチナ個体、サンディープリンター、サメとエイの飼育セット、フローライトの原石、卓上ボール板、ジンベイさんが作ったカスタムナイフなど書かれています。なんだ？カメラ撮れる。レイジの写真を撮ります。撮りました。ナムアミダ仏。調べろ、聞け、死体は何も語りません。鑑識予防、賭博警察に連絡しました。まもなく鑑識がここに来ます。そうか、目の前の死体を放っておけませんよ。聞け、レイジが生きていたのなら聞きたいことはたくさんありますけど、もう一度レイジのアパートに行ってみましょう。場所移動、レイジのアパート、死体を放っておいちゃった。レイジのアパート前です。調べろ、ドア、鍵がかかっています。大家を呼んで鍵を開けてもらいましょう。呼べ、大家、大家さんを呼びます。腕組んできたよ。警察の方ですか？浜月さんの部屋を開けるの？はい、開けましたよ。ありがとう。場所移動、なんか話聞ける？レイジのこと。え、浜月さん亡くなられたの？おい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 、待って待って待って、家賃もらってない？事故？事件？滞納した家賃どうしてくれんのよ。やっぱりね。ドアの鍵もう開けたよ。じゃあレイジの部屋。なんもねえな。レイジの部屋です。イメージ通り散らかっています。
調べろ空き缶。ビールやチューハイの空き缶が大量に転がっています。これだけの酒を昨日飲んだならレイジも相当酔っていたでしょうね。調べる。紙コップ。紙コップの中身は色からして多分お茶です。レイジと会っていた人物が飲んでいたかもしれませんね。調べろ。黒真珠。レイジが売り歩いていた黒真珠、いわゆる偽宗月が部屋の片隅に無造作に置かれています。調べる。ポスター。雑誌のグラビアが貼ってあります。多分桃沢セイナだと思います。調べる。写真集。ん？テーブルの横にハードカバーのしっかりとした写真集が落ちています。タイトルはレイジシーサイドドリーム。まさかこれは浜月レイジ自身の写真集です。冬の海辺でカッコつけてるレイジの姿がたくさん収められています。多分浜月真珠の売却で得たお金を使ってプラに頼んで取らせたのでしょう。他のゴミ。散乱してるゴミの中にミチルの湯の割引券がたくさんあります。この部屋には風呂もないし、レイジはミチルの湯を頻繁に利用しているのでしょう。はあ、結局またミチルの湯か。レイジの話を聞けるかもしれませんので、ミチルの湯に行ってみましょう。場所移動、ミチルの湯。ミチルの湯に来ました。ちょうどフロントの人がいるので話を聞いてみましょう。聞け、レイジのこと。浜月レイジという男を知っていますか？はい、常連の浜月さんのことなら名字しか知りませんが。聞け、レイジのこと。その常連さんかどうかは顔を見ればわかります。大丈夫？いきなり結構きつい写真見せるよ。ゼロ。レイジの写真。この男を知っていますか？どういう角度で撮ったのこれ。毎日割引券を使ってご利用されるお客様です。え、亡くなられたのですか？亡くなられたって言ってた。レイジのこと。先ほどの写真の浜月レイジについて何か知ってることはありますか？浜月さんでしたら2日前もいらっしゃってました。普段は不愛想な感じなのですが、その日は機嫌が良いようで珍しく話しかけられました。聞け、レイジとの会話。レイジとのどんな会話をしましたか？間もなくまとまった金が手に入る、せこい商売からも卒業だと自慢げに話していました。おごるからご飯でも一緒にどうと誘われましたが、やんわりとお断りしました。聞け、レイジとの会話。レイジと他の会話をしましたか？食事もお断りしましたし、浜月さんと私は全く関係ありません。もういいですか？もう話を聞けない雰囲気です。そうか、ホテルに行こうか。レイジの有効な情報はここでも得られませんでしたね。一回ホテルに戻りましょうか。また人影いるよ。ホテルに戻ってきました。部屋に行く前に情報を整理しましょう。立ち聞きされるよ、その人に。整理しろ。柏木のこと。上の白縫いの池で発見。死因は暴行された後で溺死。持ち物から伊勢出身と分かりました。死亡推定時刻は事件現場にある東京上野にいた人物が犯人だと考えられます。死亡推定時刻にいた人物が犯人だと考えられます。整理しろ。レイジのこと。今日的屋湾で死体を発見。死因は首を絞められて窒息死。遺留品は買うものリストや財布など。殺される前に大金を手にする算段があったようです。調べろ。人影。僕の後ろに人影ですか？誰もいないじゃないですか。脅かさないでくださいよ。またいなくなっちゃった。駐車場。ホテルの無料の駐車場です。敷地内にコンビニもあります。そうなんだ。ホテル。ビジネスホテルロードサイド鳥羽です。最近は海外からの観光客も多いせいかどこも満室です。そうですか。ホテルの中。とりあえず明日に備えて休みましょう。事件発生から7日目、1週間経っちゃったね。今日の捜査を始めましょう。昨日の夜話をした通りあまり気が進みませんが、とりあえず浜宮真珠へ行ってみましょう。場所移動。浜宮真珠。浜宮真珠の工房に来ました。たまみちゃんがいます。あ、刑事さん、ケンさん、今日はどうかしましたか？聞け、カナのこと。あれ、カナちゃんは？ふーん、ケンさんはカナちゃんのことが気になるんだ。今日はテーマパークのスピナー村に写真を撮りに行くって出かけていきました。後でケンさんたちが会いに来たよってカナにメッセージ入れときますね。聞け、見せろ。
レイジの写真なんか見せて大丈夫かな。見してみようか。ちょっとこれを見てくれる？知ってます、浜月さんですよね。え、亡くなられたんですか？一体どうして？それを今捜査中です。聞け、レイジのこと。浜月さん、ここは狭い町だから顔と名前くらいは知ってますけど、お役に立てなくてすみません。他にも見してみる？柏木の写真見せてみる？ちょっとこれを見てくれる？昔うちの職人だったみたいですね。生まれる前の話なので詳しいことは分かりません。浜宮の黒真珠、ちょっとこれを見てくれる？不思議な感じの黒真珠ですね。あれ、でもこれお母さんの月読みに似てるかも。月読み？ああ偽りの黒真珠のことね。え、偽りの黒真珠？あ、いや、咲子さんが今のすべてを注ぎ込んでいるという新しい蒼月だね。どの辺がどう似てるのって説明されてもわからないかもしれないけど、かもですね。まず色味は蒼月の方がもっと青みが深いかな。でも重なってる層の厚みが、あ、マニアックで変な子って思ってません？いやいや、ちょっとだけ思ってるんだ。え、やっぱり人に言わせといてひどいですよ。へえ、でもこれを東京にいた柏木さんが、やっぱりお母さんは、ん？咲子さんがどうかしたの？あ、ううん、なんでもないです。やっぱりこれお母さんの月読みに似てるかも。呼べ、咲子呼べる？咲子さんはいるかな？今日は朝一で九州の長崎へ向かいました。そんな遠く行っちゃったの？長崎県？なんでまた急に？長崎も真珠の養殖は盛んですから、いろいろと意見交換や相談をしに行ったんだと思います。これは困りましたね。仕方がないので他の場所へ聞き込みしに行きますかね。じゃあ場所移動しましょうか。咲子さんには会えませんでしたね。ってことは次に行くのはどこに行こうか。ペフル、ペフルってやってんのかな。え、いきなりペフルへ？こんな時間なんでエリさんもまだ来てないですし、行くなら夜になってからにしましょう。場所移動、じゃあレビジュに行こう。ではたまみちゃん、咲子さんが帰ってきたら我々が話がしたいって言ってたと伝えてください。では。あ、刑事さん、ケンさん、ちょっと待ってください。え、何？どうしたの？どうしたんだろうね。やっぱりちょっとお話が。浜月さんが亡くなられたのはいつですか？あ、それは言えることと言えないことが。おととい、みちりの湯でカナと撮影したでしょ？あの時ね、えへへ。ちょっとケンさん、真面目に聞いてください。あ、はいはい。それでどうしました？お母さん、あの日、次の日の朝方まで帰ってこなかったの。え？浜月玲二が亡くなったのは一昨日の深夜から昨日の朝という可能性が高い。咲子さんは偽蒼月を売り歩く玲二に対して極度な嫌悪感を示しており、いざとなったら自分自身で玲二を止めるとまで言っていた。つまり玲二を殺す動機があり、アリバイがないってことに。そうなると先輩、咲子さんを玲二殺しの捜査線上に乗せざるを得ないですね。え、やっぱりお母さんは一連の事件に何らかの関係してな、ん？一連の事件に何らかで関係してるかもしれないのね。一連の事件？ここ最近朝まで帰ってこない日がよくあって、何をしてるかも教えてくれないし心配だわ。お母さん、柏木さんが亡くなった日に東京に行ってないって言ってたでしょ？え、まさか行ってたの？いいえ。いやー、びっくりした。でも確かにあの日は東京に行ってなかったみたいだけど、その前の日は東京に行ってたみたい。なんで今それを？ごめんなさい、横山展望台の時に言おうと思ったんだけど、どう言ったらいいかわからなくって。ねえ、お母さん大丈夫だよね？うーん、正直それは何とも言い難い。ま、とにかく咲子さんが帰ってきたら必ず我々に連絡するように伝えてもらえるかな。事件があった後も普段通り生活しているようだから、今更どこかへ逃げたりしないと思うし。どこかへ逃げる？
あ、いや、なんでもない。例えばの話ね。例えばの。ちなみに今我々と話したことは極力咲子さんには言わずに話を聞いてみて。ただ不自然に隠して話す必要はないからね。その方がおかしなことになる時もあるから。わかりました。たまみちゃん大丈夫だよ。咲子さんにはきっと何か事情があるはずだよ。うん、そうだよね。ありがとう。こちらこそ話してくれてありがとう。ベビジューの聞き込みがあるからまた来るね。では失礼します。レビジューに来ました。先輩、さっきのたまみちゃんの話気になりますね。まさかとは思いますが、とにかく咲子さんに会って聞き込みしてみるしかありませんね。では中へ入りましょう。レビジュー受付です。受付のミノルさんがいます。いらっしゃいませ。聞け、黒岩の予定、黒岩さんの予定を教えてもらえますか。黒岩は終日外出の予定となっております。聞け、田村の予定、田村さんの予定を教えてもらえますか。田村はただいまランチに出かけています。聞け、田村の行き先、田村さんがランチに出かけた行き先は知っていますか。田村の行き先ですか。よく利用しているパスタ屋は知っています。聞け、パスタ屋、パスタ屋の場所は知っていますか。パスタ屋は牧本真珠のすぐ近くです。今地図を書きますね。牧本真珠、どうぞ。パスタ屋さんの地図です。聞け、佐伯の予定、佐伯さんの予定を教えてもらえますか。佐伯の次回出社日はあさっての予定になっております。あ、じゃ毎日は来てないんだね。場所移動、パスタ屋、地図によるとこの辺りですかね。あの左奥の建物が牧本真珠です。あ、誰か歩いてった、誰か歩いてった。あれ先輩、今長崎に行ったはずの咲子さんが通り過ぎませんでした。気のせいかな。パスタ屋に着きました。店の中に田村がいます。もう少し田村を探ってみませんか。調べる。田村の様子、まだ注文していないようです。誰かを待ってるのでしょうか。田村の席に女性が座りました。調べる。女性、田村の前にいる女性はさっき店の外で見かけた人ですね。咲子さんだと思ったのですが、ペフルのママのエリさんだったみたいです。そういえば前に化粧した私と咲子ちゃんは双子みたいってよく言われてたと言ってましたね。調べる。田村の様子、田村はデレデレしています。聞く。エリの様子、エリさんもすごく楽しそうです。なんだか邪魔しちゃ悪い感じですね。写真撮っちゃったりする。むやみに写真撮るのはダメなんだ。フォーカス、フォーカスと思ったんだけど。調べる。デレデレしてる。楽しそうです。なんだか邪魔しちゃ悪い。田村はただエリさんと食事をしてるだけに見えます。収穫はなさそうですね。一旦出直しましょう。なんか行ける場所が増えたね。レイジのアパート行けるね。わかりました。レイジのアパートですね。もう一度レイジの殺害現場の様子も見ておきたいので、的屋湾大橋を通るルートで行きましょう。今回は先輩が運転してください。今度は僕がパールロードの景色を楽しみます。じゃなかった。僕はパールロード周辺の状況などをしっかり調査します。いやー、夕方の橋もいいですね。綺麗だな。最高のドライブですね。なんか気づいたの。あ、先輩止めて。橋の上に西澤さんがいます。どうもどうも、刑事さん、ケン君。こんなところで奇遇ですね。あなたなんでここにいんの。あなたのことを教えてください。西澤さん、ここで何をしてるんですか。私は浜月玲治の事件を調べにここに来たんですよ。発見者は刑事さんたちなんでしょ。お手柄でしたね。カナのこと聞こうか。刑事さんたちも知ってるかもしれませんが、カナとはずっとギクシャクしていてね。私は家族を守るつもりだったが、逆に家族に辛い思いをさせてしまっていたようでして。分かってはいるんですがね。まあ難しいところですよ。いろいろありますね。あ、そういえばかなちゃんといえば、たまみちゃんは本当に僕へメッセージするように言ってくれてたのかな。あれ、かなちゃんからメッセージが来てました。たまみから聞きました。来てくれたみたいだけどごめんなさい。今日はスピナー村で撮影なんです。では、かな。わざわざメッセージしてくれるなんて、かなちゃんは本当いい子ですね。もう一つ来てますね。ん、なんだこれ。
西澤さん、ちょっと見てください。見せろ、カナのメッセージ。実はカナちゃんからこんなメッセージが。ん？西澤さん、いや、お父さん、実は僕これからカナと結婚いたします。妻のカナに代わってご報告とさせていただきます。ケン君、なんだいこれは。さあ、何なんでしょう、何それ。連絡。先輩、何回チェックしても早々メッセージは来ませんから。ピロロロロ、なんだ。うわ、びっくりした。かなちゃんから着信です。電話に出ます。ピ。あ、ケンさん、かなです。よかった、つながって。どうしたの。あのね、さっきから変な男にずっと後をつけられてるの。本当なの。本当なの。私怖くて。状況は分かった。とにかくすぐそっちに行くよ。男には気づいてないふりをして、なるべく人が多い場所に移動して。できる、かなちゃん。うん、やってみる。あの男に気づかれるから電話切るね。先輩、大変です。かなちゃんが身の危険を感じていると連絡がありました。助けに行きましょう。場所移動、スピナー村。急ぎましょう。スピナー村はここから車ですぐです。西澤さんも乗ってください。どうしたんだろうね。スピナー村に着きました。刑事さん、ケン君、ここまで運んでもらって申し訳ないが、ここからは別行動させてほしい。もちろん、カナを見つけたら連絡する。わかりました。別行動でカナちゃんを探しましょう。では私はここで失礼させてもらいますよ。さあ先輩、僕らも早く園内に入りましょう。場所移動、園内。スピナー村の園内に入ります。建物に囲まれた広場です。迷える広場という場所です。かなちゃんがいるといいのですが。調べろ。建物右。建物内を探しましたが、かなちゃんは見当たりません。建物左。建物内を探しましたが、いません。銅像の裏。かなちゃんは見当たりません。建物正面。ん？ロングヘアの女性がいます。かなちゃんでしょうか。呼べ。ロングヘアの人。かなちゃん、嘘、ナンパ。イケメン以外関連なんですけど。まあまあかな。あ、でも今彼氏と来てるから。ほんとマジごめんなさいだわ。誰だよ。人違いでした。かなちゃん、かなちゃん、いたら返事してくれ。くそ、一体どこにいるんだ。場所移動、カンバシーホール。迷い広場を通り過ぎるとカンバシーホールです。西洋の教会のようなこの建物がカンバシーホールです。調べる。ホールの裏。ホールの裏をくまなく探しましたが、かなちゃんは見当たりません。ホールの横。ホールの横をくまなく探しましたが、見つかりません。ホールの中。ホールの中を調べてきます。ホールの中にかなちゃんはいませんでした。呼べ、かな。かなちゃん、かなちゃん。いませんね。ソビエル城。ソビエル城に移動します。ソビエル城前です。なんかカップルみたいなのいない？この建物は石を積み上げて作られた博物館です。調べる、カップル。肩に手を回して仲が良さそうです。呼べ、カップル。すみません、なんだお前ら。ケンさん、刑事さん、助けて。ここにいたね。目的。お前の目的は何だ。俺とカナは結ばれる運命なんだよ。今から結婚するんだ。邪魔をするんじゃねえよ。カナちゃんの反応を見る限りでは男の妄想でしょう。見せる、警察手帳。我々は警察だ。無駄な抵抗をやめてその子を解放しろ。なんだお前ら、警察なのか。警察なんかに俺とカナの愛は引き裂くことなんかできないぜ。手帳を見せても全くひるみません。呼べ、カナ。カナちゃん、絶対助けるから、もう少しだけ頑張って。近づく。おい、勝手に近づくじゃねえよ。カナがどうなってもいいのか。距離を取られました。近づく。動くだけだね。西澤さんにメッセージ入れます。カナ見つけた、ソビエル城。送信しました。調べる。男の様子。男はカナちゃんを強く掴んで凶器をカナちゃんに向けています。調べる。凶器。凶器はスタンガンと思われます。うがつに動い
ってはかなちゃんが危険です。調べる。かなの様子、ひどく怯えています。抵抗する記憶はなさそうです。調べる。男の様子、高い壁に囲まれた建物です。今他の客がいないのは幸いかもしれません。見せろ。あ、拳銃か。拳銃、武器を捨てろ。さもなくば撃つぞ。撃てるものなら撃ってみろよ。カナと一緒に死ぬなら本望だ。撃つならカナと一緒に撃ってくれ。クソ、この状況で銃を撃つのは無理です。奴の言う通りカナちゃんに当たってしまうかもしれません。あ、二人の後ろに西澤さんが。あいつを西澤さんの方へうまく誘導して西澤さんを呼びましょう。場所移動、近づく。おい、勝手に近づくんじゃねえよ。カナがどうなってもいいのか。距離を取られました。で、呼ぶのかな。呼べ。西澤。西澤さん、今だ。うおー、ひー、一体どこから。カナから離れるんだ。先輩、僕は西澤さんに加勢します。カナちゃんの保護頼みます。男を取り押さえました。サングラスとマスクを取ります。あ、お前ヘビ、ヘビ川じゃないか。血が潰れてて分かんない。あ、ヘビ川先輩。ヘビ川先輩がどうして。西澤さん、まさかこいつの知り合いですか。知り合いも何も。おい、蛇川。西澤さん、落ち着いて。後ほど詳しく聞かせてください。逮捕しろ。傷害及び公務執行妨害の容疑で逮捕する。畜生、話せよ。おい、俺は悪い、何にも悪いことはしてねえぞ。蛇川、もう観念しろ。刑事さん、健さん、本当にありがとう。いえ、市民の安全を守るのは警察官の義務であります。なんちゃって。でも本当に無事でよかったよ。でもむしろ我々よりもお礼を言わなければならない人いるんじゃないかな。そうね。お父さん、ありがとう。親が子供を守るのは当たり前のことだろう。もっともその当たり前のことを今までできていなかったんだけどな。だがせめて礼を言うならそんな顔ではなく笑顔で言ってもらいたいもんだね。なあカナ、お父さんまだあの家に住んでるんだ。今日はうちに帰らないか。お父さん、私帰らないよ。おいおい、ここはお父さんって俺の胸に飛び込むシーンだぞ。だってまだ撮影が終わってないんだもん。そういうこと。仕事熱心でタフなのは誰かさん譲りですね。でも写真を撮り終えるまで待ってくれるなら一緒に帰ってあげてもいいけど。お父さん、捜査本部尾崎に到着しました。板長、生ビール2つとホッケお願いします。はいよ、ご注文いただきました。ビール2つ、ホッケ1丁。はい、先にビールね。お、来た来た、グビグビグビ、プハー。では、まあ時間なので今日はここまでにします。ではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。